ロータス25は、チームロータスが1962年に開発したフォーミュラ1カー。コーリン・チャップマンが設計し、レーシングカーデザインの分野にモノコック革命を起こした。1962年から1965年まで使用され、開一世界選手権で14勝、ノンチャンピオンシップレースで11勝を記録。1963年と1965年に、 選手権、ドライバーズ、コンストラクターズ両タイトルを制覇した。また、プライベーターのレグ・パーネル・レーシングも1964年から1967年にかけて使用した。25のシャーシは、従来の交換スペースフレーム構造に代わり、アルミボディを応力外皮とするモノコック構造を採用した。 航空機のモノコック構造をレーシングカーに応用した先例は1915年のインディ500に出場したコーネリアンや1923年のボアザンなどがある。1954年のジャガーディータイプはセンターモノコックをマグネシウムで製作し、1955年には回一マシンの BRMP25 がセミモノコック構造を採用していた。しかし、いずれも 主流となるほどの影響力を持たなかった。25のモノコックはアルミシートを折り曲げて成形した D 字断面の中空構造を左右に並べ床板や前後の角壁と組み合わせて U 字型のシャーシを構成するツインチューブ方式だった。これを車体の下半分として上半分にはアッパーカウルを被せた。シャーシは全面投影面積を減らすために細く低く設計され、 ドライバーが浴槽に浸かるような姿勢で乗ることからバスタブ式モノコックと呼ばれた。コーリン・チャップマンは燃料消費によるマシンバランスの変化を嫌い、車体重心近くに燃料タンクを設置する方法を模索していた。コックピットの両脇に燃料タンクを置きたかったが、パイプフレームを避けるとタンクの構造が複雑になるという問題があった。 そこでひらめいたのが、スポーツカーのロータスエランで成功したバックボーンフレームの応用だった。2本の中空構造を車体の張りにすれば、その内部にゴム製の燃料バッグを収納することができた。チャップマンはロータスの工場近くのレストランで昼食をとっている。時にこのアイデアを思いつき、紙ナプキンにスケッチを描いて持ち帰り、その晩から製図に取り掛かったという。 モノコックシャーシはシンプルな構造で軽量化することができ、なおかつ荷重を面全体で受け止めるためねじれ剛性が高まるというメリットがあった。旧モデル21のスペースフレームは重量が 37.3kg、ねじれ剛性が 97kgmm、度だったのに対し、25のモノコックの重量は 29.5kg、ねじれ剛性は 138kgm、 ドとなった。エンジンを搭載した状態で計測すると、ねじれ合成は 332kgm、ドという、当時としては驚くべき数値となった。剣道なシャーシによって、サスペンションを柔らかくすることができ、コーナリング時のロードホールディング能力が向上した。クーパー式のミッドシップエンジンマウントとロータス式のバスタブモノコックの組み合わせは、レーシングカーの設計に革命を起こし、 その後のスタンダードとなった。ロータスは、さらに43において、エンジンをモノコックにボルト止めし、強度部材とする手法を導入した。エンジンは1961年に登場した、コベントリークライマックス海 WMV エンジンをミッドシップマウントする。モノコック後部を台座とし、その部分はツインチューブが一段低くなっている。エキゾーストマニホールドは、 ヘンバンク4本を1本にまとめ、ギアボックス上部に2本の長いテールパイプを伸ばしている。モノコック後部バルクヘッドを挟んで、後ろにリファレンシャルギアと ZF 製5速、マニュアルトランスミッションが接合された。当初は、ステアリング上でギア操作を行うクラッチペダルの内に、ペダル仕様だったが、完成直前になって、従来型の変速機構に変更された。フロントサスペンションは、 21から採用しているスプリングダンパーユニットをインボードに収納したロッカーアーム式。リアサスペンションはアウトボードでウェアイアーム、下逆エアアームを2本のラジアスロットで支持している。アッパーカウルはガラス繊維製でコックピットの周囲には透明なウィンドシールドが取り付けられた。1963年型1962年ドイツ GP にて ニュルブルクリンクを走行するジム・クラーク25の開発はチーム内でも少数のメンバーしか知らない極秘プロジェクトとして進められエースドライバーのジム・クラークでさえ1962年の契約を結ぶまでは計画の詳細を知らされなかった当初ロータスはクラークに25を与えセカンドドライバーのトレバー・テイラーはスペースフレームの24を使用した25のコクピットは 非常に狭く、クラークと同じ、背格好という理由で、テーラーが起用された。1号車が完成したのは1962年シーズンの開幕戦オランダ GP の直前で、テスト走行の機会もないまま実戦投入することになった。そのレースではクラークが予選3位からトップを独走したが、クラッチトラブルでリタイアした。 第2戦モナコ GP ではクラークが自身初のポールポジションを獲得。第3戦ベルギー GP では PP からの独走という必勝パターンを確立し自身の F1 初勝利を達成した。クラークはさらに2勝し最終戦南アフリカ GP を勝てば自力でチャンピオンを獲得できたがトップ走行中にエンジントラブルでリタイアした。クラークは全球戦中3勝。 6PP5 ファステストラップを記録したが、マシンは熟成不足で4つのリタイヤが影響した。デビュー戦の25の改装を見たダンガーニーは、このマシンならばインディ500で勝てると確信し、チャップマンを慈悲でインディ500に招待した。アメリカ GP 後にはクラークが25に乗ってインディアナポリスモータースピードウェイを試走し、ロータスのインディ500挑戦プログラムが始まった。 二年目の25は、チームに復帰した技術者、レンテリーにより、細部に手直しが施された。ワークスレギュラーは、クラーク、テイラーのコンビを継続し、ピーター・アランデル、マイク・スペンス、ペドロ・ロドリゲスが、スポット参戦した。また、開幕戦モナコ GP に限り、ブラバムのジャック・ブラバムも25を借りて出走した。クラークは開幕戦のリタイアを除き9戦連続。 表彰台を獲得。4連勝を含めて10戦中7勝、7PP、6フロリダという圧倒的な成績で自身初のドライバーズチャンピオンを獲得した。ロータスも開一参戦六6年目にして初のコンストラクターズチャンピオンとなった。また、25のモノコックを拡大して、フォードインディアナポリスエンジンを搭載したインディカーの29を開発した。ロータスとクラークはこれで、 インディアナポリス500スイープステークスに初参加し、パーネリ・ジョーンズに次ぐに、ミルウォーキーでのトニー・ベッテンハウゼン200では優勝した。アランデルがレギュラーに昇格したが、回位2レースで重賞を追い、シーズン途中スペンスに交代した。ドイツ GP ではゲルハルト・ミッターがスポット参戦した。クラークは前半後戦中3勝を獲得。 第6戦ドイツから改良型の33が登場したが、クラークはイタリア GP とアメリカ GP、スペンスはアメリカ GP とメキシコ GP で25ドライブした。後半戦の連続ノーポイントが響き、最終戦メキシコ GP でフェラーリのジョンサーティースに逆転を許した。また、レック・パーネル・レーシングがロータスから25シャーシを購入し、 BRMP56 エンジンを搭載した。ドライバーは、クリス・エーモン、マイカ・ヘールウッド、ピーター・レブソン。1965年ドイツ GP にて、リチャード・アトウッドがドライブするロータス25、BRM1965 年は33が、主戦マシンとなり、25は、バックアップやスポット3専用に当てがわれた。フランス GP では、クラークが25の最後となる勝利を、 ハットトリックで達成した。ドイツ GP は、ミッター、イタリア GP は、ゲキコと、ジャコモルソ、アメリカ GP、メキシコ GP は、モイセス・ソラーナが25をドライブした。レッグパーネルのロータス BRM は、ヘールウッド、エーモン、トニー・マグス、リチャード・アトウッド、イネス・アイルランドらがドライブした。1966年には、エンジンの最大排気量を3リッターとする。 新レギュレーションが発行。レグパーネルは25のシャーシに BRMP56、BRMP60 エンジンを搭載し、マイクスペンスがドライブした。1967年、レグパーネルのロータス BRM は若手のピアスカレッジ、クリス・アーウィンがドライブした。第3戦オランダ GP が25の出場した最後の F1 レースとなった。 25車種は7台が製作され、順に R1、R7 という車両コードが付けられている。デビューシーズンの1962年には R5 までの5台が製作され、R1 はクラッシュにより破棄された。1963年には R2、R5 もクラッシュし、R6 と R7 の2台が追加製作された。1964年には R3 と R7 が、 レグパーネルに売却され、チームロータスは R4 と R6 を使用した。1965年には R4 もレグパーネルに売却された。R5 はチームロータスのメカニック、セドリック・セルザーの手により、高年比ビルドされた。クラークが25に乗ってあげた14章と使用したシャーシの内訳は以下の通り。R4 は1963年の7章すべてを、 記録した個体として、歴史的価値が高い。レグパーネルに売却された後ベルギー GP でクラッシュし、モノコックを修復された。この際シャーシコードが R13 に変更され、パーシーというニックネームで呼ばれた。会一での使用が終わると、ニュージーランドのレーサーに売却され、タスマンシリーズやローカルレースに出走した。2008年、R4、R13 は、 オーストラリアのシドニーで開催されたオークションで1525,500ドルで落札された R4、R13 と R7 は現役マシンとしてヒストリックフォーミュラレースに出場しておりチャップマン家が経営するクラシックチームロータスがメンテナンスを行っている。ありがとうございます。